スタキ19000経過車は、かつて、日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に在籍したタンク車である。本形式は、セメント輸送用として1967年から1971年にかけて、日立製作所にて186両が製作された40トン席の私有貨車である。記号番号表記は、 特殊表記符号、公前知事、小滝と表記する。滝1900系の語形式にあたり、滝1900系の製作が、日立製作所を含む合計4社で行われたのに、対して、本形式では、日立製作所の1社のみで行われた。このため、メーカーごとによる構造の差異がない形式である。タンク体材質には普通校及び対抗性、校長力校の併用で行われた。 普通工のみで製作された滝1900型とはこの点で大きく異なる。本形式は大阪セメント、日立セメント、電気化学工業、住友セメントの合計4社が所有した。4社とも滝1900型を所有しており、さらに日立製作所では本形式製作期間中でも滝1900型を製作していた。 本形式の製作は1971年にて終了したが、多機1900系の製作は、その後1981年まで続いた。全長は 1800mm、全幅は 2567mm、全高は 3528mm。 台車中心間距離は 6700mm、タンク事業席は32.0立方メートル、地上は13.8トン、換算量数は、積車5.5、空車1.4であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には173両の車席が JR 貨物に継承され、 1995年度末時点で現存していたが2007年10月に最後まで在籍した8両が廃車になり形式消滅した1979年10月23日に五貫駅にて発生した大見発高崎総社場行き上り貨物列車の脱線事故にて本形式のうち3両が廃車となった各年度による製造会社と 要数、所有者は次の通りである。ありがとうございます。